マリオシリーズスーパーマリオシリーズマリオランドシリーズスーパーマリオランドスーパーマリオランドはニンテンドーがゲームボーイで発売した横スクロールアクションゲーム日本では販売本数約419万本でゲームボーイソフト市場売上ナンバーに初代ゲームボーイ発売時のローンチタイトルでもある後のマリオシリーズにも登場するキャラクターデイジーの初登場作品であるまた スーパーマリオランドに6つの金貨、スーパーマリオランド3マリオランドへと続くシリーズの名称でもある。この作品は、岡田聡や松岡博文など、それまでのマリオシリーズには関わっていなかったスタッフが制作しており、本作品独自のシステムがいくつか存在する。このゲームは、横スクロールアクションゲームであり、基本的なシステムは、スーパーマリオブラザーズを踏襲している。 プレイヤーはマリオを操作し、待ち受ける敵を倒しあるいは避け、右へ右へと進んでいき、各エリアのゴールにたどり着くのが目的である。ゴール地点には上下2つの入り口があり、上のゴールに入った場合には、ボーナスステージに挑戦できる。上のゴールへ行くには落ちるブロックを踏み台にしたり、ゴール以前の区間から上層部を進む方法など様々で、かなりのテクニックが必要な場所もある。 各ワールドは3つのエリアに分かれている。3つ目のエリアには各ワールドのボスが待っている。シューティングゲームの様式になっているステージもある。3つ目のエリアのクリア条件は、ボスを倒したかどうかに関係なく、奥にあるスイッチを踏むことである。また、クリア時に必ず、ボーナスステージに挑戦可能。ただし最終ステージのミスイッチがなく、ボスを倒すとそのままラスボスである。 タタンガに突入する他のマリオシリーズのアクションゲームと比較して珍しい点として甲羅を蹴るなどの敵を使ったアクションが一切ないことが挙げられるエリアが経営中にしかないこともありワープして近道をする要素もないこのため旧作に比べてゲーム要素が簡素になっているがこれについてはゲームボーイの初期作及びローンチタイトルであったため当時の技術では 再現できなかったとされている。高得点を稼ぐとゲームオーバーになった時にコンティニューが可能。10万点ごとにコンティニュー回数が1回追加され、タイトル画面でキノコのカーソルを動かしてコンティニューを選べばそのステージから再開できる。ワールド2から3と4から3は強制スクロールのシューティングステージとなっており、乗り物に乗って進むことになる。 通常時との違いは以下の通り、乗り物の名前は以下の通り、どちらも操作方法やゲーム内の仕様に関しては共通。画面ずらし等のバグ技が多数発見されているが、中でも有名なのが2から3と4から3のシューティングステージでマリオが左端から右端へ移ってしまうバグである。これを使うと通常では入れない壁の内側に入ったり、 ボスを倒さずに扉の裏側へ行くことができてしまう。タタンガンを倒すとタイトル画面のキノコがマリオに変わり、リメンに進める。ステージ構成は変わらないが敵と障害物の数が多くなる。ボス戦では玉王が2体に増える以外は通常と同じである。リメンをクリアするとタイトル画面でステージセレクトが可能になる。選択できるのはリメンのみで。 表面に戻ることはできない。ピラプト王国、ミューダ王国、イーストン王国、チャイ王国からなるサラサランドと呼ばれる世界があった。ある日、サラサランドを征服することを企む宇宙怪人タタンガが空から現れた。タタンガは各王国の住民たちに宇宙催眠をかけ、思うがままに操ってあっという間にサラサランドを乗っ取り、さらに、 サラサランドの姫デイジー姫も連れ去ってしまった。このことを知ったマリオは、デイジー姫が捕らえられているというチャイ王国を目指す。ゲームの舞台はサラサランドとなっており、ピラプト王国、ミューダ王国、イーストン王国、チャイ王国の4王国から成り立っている。敵キャラクターは本作独自のものが多いが、一部、キノコ王国に住んでいるものと共通ないし特徴や、 外観が類似した種族が住んでいる。各王国のモデルは古代文明にや伝説にゆかりのある実在の国、地域であり、設定では各国の王はそれぞれスーパーマリオランドでの中ボスとなっている。無敵状態でも倒せない障害物。コミックボンボンで本作のコミカライズ版が本山和樹によって連載されているが、ゲームには出てこないピーチビメ名、目隠り棒。 なんちゃん同士、なんきんくん、みんめい、すーちゃんなども登場する。なお、スーパーマリオランド本編に関しては、第1巻のみで終了し、第2巻では、テトリス、第3巻では三大スポーツ、第4巻では、クイックスとソーラーストライカーを扱っている。スーパーマリオくんでは2巻巻末の4コマ漫画が、スーパーマリオランドを扱ったものになっている。 タタンガを倒してデージー姫を助けに来たマリオが、断崖からピーチ姫に、この浮気者、と、スーパーキノコを投げつけられる。三冠巻末の漫画ではタタンガの手下たちが、クッパに雇われているという設定で、マリオたちに襲いかかる。マリオたちが直接倒したボスは、ドラゴンザマスと玉王のみで、タタンガは、クッパとのやりとりが描写される一コマにしか出てこない。ありがとうございます。